行くぞ。金馬町の戦を見せて。は。艦中を得るため、米軍山を奪取します。まずは麓の拠点を進軍してください。劉備殿の志に我がいただくべき正義あり。いざ。馬向き参る。 軍山まで来やがったか。お前ら気合い入れて守るぞ。報告、進路上に敵の罠を発見。このまま進めば損害は必至です。さすがに守りは堅固ですね。ですが、その対処に時を費やしたくありません。ここは別の道を探りましょう。 まずは麓の敵を制圧し、その勢い誰にも止められますまい。 この女孔明がお相手つかまつる。その勢い誰にも止められますまい。
がいる限り幻想山は渡しません。さあ、あなたはここで散るのです。受けてみよう。幻想山が落としましたか。では、こちらから敵本陣を吸収してください。絶景かな。敵の本陣が丸見えじゃ。後から一息に攻め落としてくれようぜ。なんて勢いだ。無理だ。そんなすぐに止めきれねえ。行くぞ。ゴーライト。落としとはやりやがるぜ。しゃねえ。上様の本気で止めてやら。今まさに疾風陣雷のごとし。葬儀の選定を覚悟せよ。やべえぜ。ここは一度突いとくしかねえな。なんとか逃げ帰るぞ。いつそこでわしと張り合おうだと。早いわ。待たせたな。俺より諸国の軍勢を押し返すのだ。まとめそもそもを撃退すれば艦中は諸国。全軍で進撃してください。ここはこの程度で十分だろう。そうやってこの戦場に縛られるがいい。敵はこの戦を取りにしている。艦中の宇宙が動いている。その勢い、誰にも止められますまい。おお、素晴らしきお働き。戦は知略でするものぞ。おい知るがよい。学文献お手合わせ願います。いざ。あの劉備がこれほどの勢力と名乗るとは。掃除を燃やさ。だが我が波動の邪魔はさせぬ。蜀軍は帝軍山での戦いに勝利、漢中一帯を制した。一方慶州では関羽が漢中の戦線に連動して軍を動かす。慶州の地は
かねてより危うい均衡の上にあった。劉備が益州を制した際、孫悟は約定通り慶州の返還を要求。しかし劉備から慶州を預かる関羽はそれを拒否。蜀と呉の間に軋轢を生んでいた。そして今関羽は自身の子らを率い、曹魏が領する繁昌を制圧。巨匠を本拠とする曹操の喉元へと刃を押し当てた。緊迫する情勢、魏と呉の視線が関羽に鋭く突き刺さる。しかし全ては義兄劉備の天下へ向かうため。軍神関羽と関作、関公、関銀平が繁昌に起源を挙げる。関安国、勝利のため手を尽くすつもりだ。敵の石膏の間隔が短い。直に本体の行為が始まりますね。城を取らせてから包囲するとは、拙者たちは踊らされてしまったのか。それにこの長雨、敵はきっとこれを使ってくると思う。あ、大丈夫、勝てる。私たちが共に戦うのだから。兄者の志と共に歩み、こうして我が子らの立派に育った姿を見る。乱世に身を置きながら我が人生の何と満ち足りたことか。どうしました父上。我が子らよ、そなたらの時代、新しき仁の世は目前。いざ、我らの義と武勇、この慶州にほとばしらせようぞ。兄上もいるんだもの。きっと敵なんて簡単に追い返せる。でもどうしてかしら、この雨すごく嫌な気持ちにさせる。ここで敵を退ければ慶州は制したも同然。出るなら今。あ、行くぞ関公。我ら軍神の子、皆奮戦せよ。兄者の天下のため、
兵衆を制するのだ。この程度の窮地は屈しはしない。私たちの部で活路を開く。戦は知略でするもの。追い知るがよい。動きながら違った。うまくいった。さすがにまずいな。水門はそれがしが開け放った。神激流に飲み込まれよ。攻めを許してしまうと関雲長一生涯の不覚。やむを得ん。繁盛は放棄する。皆英明に脱出せよ。ここか。拙者はここで敵を食い止めます。父上たちは先に脱出してください。死ぬでないぞ、官兵。その首もらい受ける。いざ。
てだ。かい、逃さない。敵将討ち取った。兄上って結構強いのね。父上に比べて随分細いのに。そこが弱点か。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。ここか。もう少しだ。この先まで行けば戦場を離脱できる。そこまでだ関羽よ。お前にはこの繁盛で消えてもらう。おのれ孫悟空、目を破るとは。ここからは逃げられんか。様を撃ち、兵士を奪回する。覚悟せよ、カウン。カウン殿、助けに参りましたぞ。見えるからなら脱出できます。天命、兵軍団から援軍が到着した模様です。改装していると。俺たちは来るのが遅かったか。義軍も初攻めをしたのか。これは俺たちの進軍もままならん。遅かったと思うなよ。敵将討ち取った。そこが弱点か。大変です。門が開きません。これはどうしたことか。隙だらけだ。抜かった。だがまだ終わるわけにはいかん。さすがは兄上、父上の部を引き継いでおられる。いつもいつも偉そうにしやがって。カウ、その度俺たちがいただく。もうお前の下でなんかやってられるか。今こそこれまでの鬱憤を晴らしてやる。彼は父上を裏切った。なら打ち倒すしかない。弱点か。ハンコ、見事な働きだ。それでこそ我が息子よ。この俺が相手だ。くい。
った。ここか。隙だらけだ。ハンコ、見事な働きだ。ここだ。これでこそ我が息子よ。この時ならどうだろう。うまくいった。このまま艦中に向かう。皆生きよ。気力を振り絞るのだ。さすがは兄上、父上の部を引き継いでおられる。孔明腕に覚えあらば、お相手願う。
き継いでおられる。自分はそう思考。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。分身。だがここまでだ。貴様の首、この慶州よりも大きな意味を持つ。父上。父上。ここは私が。すまぬ、観測。別れは。ませた。はい。兄者にすまぬと。はい。父上、待って。銀兵、強く生きよ。行け、我が子らよ。なんと満ち足りた顔よ。魂は時代へとつながれたか。つくづく見事なり、軍神。蜀軍は繁盛の死地を乗り越えた。しかし勝敗よりも大きなものを失う。軍神乙希代の英傑関雲長は繁盛に散った。その背景には慶州と関羽をめぐる義語の思惑があった。関羽の北進を恐れる葬儀は慶州を報酬に
後に教頭を要請。慶州を職が領していることを不服とする孫悟はこれを了承。職との命を破り関羽を討つべく慶州へと進行したのである。かくして関羽は倒れ、魏は一時の安寧を、孫悟は慶州を得た。乱世における三国の定律、その均衡はあまりにも危うい。それぞれの思惑を乗せ、天下はこれからも揺れ続ける。そして今、生徒の劉備に秘宝がもたらされる。お前たち、雲長、雲長はどうした？父は殿に、兄者にすまぬと。おお、雲長。伝令。今はお聞きよ。張飛軍の調達ら離反、張飛殿を手にかけ呉に下りました。なんと、よきとくまで。これらはすべて孫悟の策によるものでしょう。もはや将校殿、すまない。そなたに辛い思いをさせてしまう。だが私はやらねばならない。孫悟、葬儀を打ち陣の世を築く、それが我が兄弟たちへの手向けだ。かつて三人の男が桃園にて義兄弟の契りを交わした。生まれた時は違えど同じ時に死せん。しかし今、繁盛に関羽が倒れ、張飛も部下の造反で命を落とした。一人残された劉備、その悲しみは深く、怒りは激しい。それから時を置かず、魏では曹操が没し、曹丕がその後継となる。曹丕は五冠の帝から禅譲を受けると、自らを義弟と号した。これを知った劉備は、漢の世を継ぐべく蜀漢の帝の座につく。年が明けると劉備はまず義兄弟の仇である呉の征討を宣言。上将となった諸葛亮の制止も聞かず、自ら軍を率い進発した。劉備を守るは趙雲、そして義兄弟の忘れがたみ趙宝と漢口。大徳の悲嘆と怒りは医療に旧敵を打ち果たせるか。任せとけって。言っただろう、お前にはまだ早い。恩人に戻れって。
私にも実戦の経験はある。チョウ、なぜ私を止めようとする？危なっかしいんだ。お前を見てるとなんだかな。もう子供ではない。子供ではいられない。東方、観光は戦場で十分やっていける。父君の仇を討ちたいという思いもお前と同じだ。だがこの状況でいつまでも立ち会いをしているお前たちはまだまだ未熟ということだ。観光、重宝、敵を討つために。ん？独特の無念を晴らす。身の進め、存亡を根絶やしにするのだ。